TV ということで、今日はですね、どこに来てるかと言いますと、ここレコーディングスタジオに来てます。なんとですね、今回はオープニングエンディンググルービースラッシュのシンゴにですね、曲を作っていただいたんですけど、その中でエンディングはですね、特別にですね、僕のもう本当に尊敬する友達ですね、ケルピーちゃんに歌ってもらおうということで、今回来ていただいてます。ケルピーちゃん、イエーイ。どうもこんばんは。ということで、ケルピーちゃんでーす。こんにちは、よろしくお願いします。ということで、自分はですね、だいぶ前からビートバディボーイでやらせていただいている時から、シャインという曲でですね、ケルピーちゃんにやっていただいたんですが、あの時の最高な一曲を作っていただいて、その後もですね、あのガッシュと僕とケルピーちゃんでコラボしてダンスショーしたりとか、やりましたね、うん、そういうのをやらせていただいて、だいぶゆかりある歌い手さんで、今回もぜひ何かこういうことがあったら絶対ケルピーちゃんっていうのがなんか決まってて、そうそうそう、もちろん素晴らしい歌い手さんはいっぱいいると思うんだけど、なんか俺の中でやっぱそこは譲れないなっていうのがあって、なんかね、譲れない、譲れない。めっちゃ嬉しい。そう、譲れない。そこはね、なんかやっぱりケルピーちゃんに やってもらいたいっていうのがあって、今回もちょっと頼んで。ありがとうございます。はい、で、そんなこんなで生きてます。そんなこんなで生きてます。そう。で、今回が曲名が言ってください、ケルピーちゃん。Good time。イエーイ。ということで、この歌詞にはどんな意味が込められてるんですか？なんかチラッと、チラッと言ってるけど、チラッと、はい、なんかなんか私も結構くよくよ悩むことが多いし、うんうん、こう引きこもりがちなんですけどここでは、そうなんですけど、うん、外に出ていくと、うん、なんか自分がその家にいた間に怒ってたこととかがいっぱいあって、うん、あ、もうなんでやってなかったんだみたいな思うことが結構あって、で、なんかもっと外に出て行った方がいいし、うん、いろんなものを見た方がいいし、うん、見ないことはないというか、うん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 、っていう思いで、なんて言うんだろう、もうとにかく、死ぬまで楽しむしかないというか、うん、なるほど、って感じで作りました。素晴らしい本当？でもね、サプライブもその要はまあサプライズライブ、うん、で、何をこう訴えてるかっていうと、とりあえず楽しんでほしいっていう、うんうんうん、なんかその今までの発表会の僕が見てきた発表会、本当に綺麗で美しくて、うんうん、すげえ感動するみたいな、うんうん、で涙出る時もあるし、すげえ感動するっていうものをいっぱい見てきて、じゃあ自分がディレクターになった時に何をやったらいいかって考えた時に、楽しませたい、うんうん、俺笑われるのすごい好きだよ、うん、だからもうむしろもうなんていうの、もうダンサーからお笑い芸人に転換して、いや本当ね、たまにね、秋彦さん本当にそれあげてないじゃんみたいな、この前のやつとか、なんかあれ秋彦さんかっこいい人のイメージだったんですけど、違う違う、みたいな、もうね、かっこいいのとかいいのよ、あ、いいんだ、もう今年30 もういい37だし、僕もうね、今年ね、もうなんかもうかっこつけるのもいいと、なんかイエーイみたいな、はぁ、あ、みたいな感じやってても別にそれも面白いしみたいな、まあ、確かにだから逆に僕はもう本当にお笑い大好きだから、うんうんうん、逆になんかかっこいいって言われるよりなんか面白い、楽しい、この人と言うと楽しいみたいな、うんうん、そうで、そんなんもこのディレクターをやることによってこのサプライズでみんなに楽しんでもらいたい、うん、楽しんでますかいや見てるだけだから、あ、そっかそっか、まだ楽しんでないから、そうでもね、楽しんでもらいたいからこそ、まあそれでケルピちゃんに多分こう歌詞の通りにそういう楽しむっていう思いだったりとか、まあ、サプライズっていうのは もちろんサプライズもあるんだけど、まあ、楽しむと思うよっていうことで、まあ、今回こういう感じになって最高な、まあ、すごいなんか工事現場みたいになってやばいですということで、今回はエンディングの曲を歌ってくれてるケルピーちゃんに来ていただきました。むしろ来ていただいたんですけどしということで、なんかありますこう、なんかみんなもっと音楽の一部になってほしいっていうか、うんうんうん、なんかその音楽が鳴ってて、あ、やべえこの音みたいな感じで踊るのが多分原点だと思うので、うん、なんかもっとこう上手い下手とか技術とか一旦置いて、うん、音楽で踊るのが楽しいみたいな感覚をもっとなんかこう
発散できればいいかなと思ってるので期待してます。素晴らしい私もなんか踊りとか全然できないんですけど、いいやるじゃん。もうめちゃくちゃ踊ってるんですよ。それがいいんだもん。その自由な感じのこう出たグルーヴみたいなのがすごいかっこいいし、黒人さんでもやっぱそうだ練習してないじゃん、あんな間違いない。そうだから あの感じ、うんうん、でも、ね、それはね、レッスンでも、まあ、ダンスワークスでやらせていただいてるんですけど、うんうん、レッスンでも常にいる、うんうんうん、なんかまあもちろんレッスンだから鏡見て一生懸命練習する、うん、まあそれはまあいいんだよ、それ、うんうん、仕方ない、上手くなりたいし、うん、だけど音楽ありきのダンスだから、うんうんうん、なんだろう、昔もやっぱりこう音楽があってそこにダンスが生まれた、ヒップホップは特にそうだし、うんうんうん、まあ、逆にソウルだってパーティーグループがあって、それもやっぱ音楽があってそういうのが生まれた、だからそこはね、すごい音楽を大切にしてっていうのは常に言ってることだから、今言ってくれたことはね、視聴者の皆さん噛んでるけど、本当にちょっと噛んだけどもう肝に銘じてください。銘じてください。いい話をありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございました。ということで、また次週じゃないな、次、サプライブTV期待しておいてください。ありがとうございました。ケルビちゃんでした。